マップに追い回され夢見た気ままな暮らしもただのままごと親父の望みはひたすら一人息子の出世だけ Oh ママこれ以上は我慢できねえ Well クラスの奴らは誰もがまた放たればかりで毎日ディスコか女かくだらねえ喧嘩決まった一つ覚える大学 Oh ママこれ以上いら我慢できねえの最初の頃で当時俺はちょうど20代から30代になった頃だった。で MC でよくこんなこと言ってた。俺が子供の頃こんな言葉が流行ってたんだよね。 Don't trust over 30 30以上のやつを信用するなってことなんだけど、とうとう俺も30になっちまった。だけどステージの上に上がってロックンロールやるときは今もティーンエイジャーのままだ、イエーイなんて言ってたのが早40年前。それで今夜俺は自分に問いかけるわけ。あれから40年経った。だけど今もステージに上がってロックンロールやるときはティーンエイジャーのままなんだろうか。どうなんだ浜田、どうなんだ翔吾、どうなんだ調子。自分に問いかけるわけ。そして答えは Oh yeah!One, two, three, four ラジオで聴くのはロックンロール。ダンスに行くならレッドブルース。クラスに3人テディボーイ。学校じゃ毎日バスケットボール。そして頭は空っぽ。赤いはアバズレッセブンティーン。
1, 2, 3。Welcome back to the Rock Show! Thank you!